では実際の納品に取り掛かりましょうセラーセントラルでインベントリーの上にマウスを置きマネージ FBA シップメンツを選択しますシッピングーページで作成済みの納品プランが表示されます納品を開始するにはワークオンシップメントをクリックしますこれ以降の手順は配送方法として小口配送 SPD トラック貨物、LTL、フルトラックロード、FTL のどれを選択するかによって異なります。LTL と FTL では、受け入れの予約を行う必要があります。商品をフルフィルメントセンターに送る際の配送業者について、基本的に制限はありません。確実に安全に配送してくれる業者を選びましょう。 それでは小口配送を例に手順を見てみましょう納品する箱の数を指定します複数の箱を納品する場合はそれぞれの箱の寸法を入力する必要があります1箱の重量は 22kg までという制限がありますのでご注意ください米国内の Amazon パートナーキャリアを使用する場合はカルキュレートをクリックして見積もりに進みます 別のキャリアの場合は項目2のシッピングサービスでアザーキャリアを選んだ上で項目後のシッピングラベルに箱の数を入力してから箱ラベルの印刷を行ってください LTL または FTL で納品する場合手順が少し異なります納品する箱の数を設定すると必要なラベルの数が自動的に更新されますプリントボックスラベルズをクリックすると PDF が開くので適切な用紙に印刷してください LTL と FTL の場合は、パレットで納品することになります。この方法を利用する場合、重量は 68kg 以上である必要があります。各パレットの高さも入力する必要があります。幅と奥行きは標準で決まっています。Amazon のパートナーキャリアを使用する場合は、出荷の日付を入れて見積もりを行ってください。それ以外のキャリアを使用する場合は、シッピングチャージの項目の入力は不要です。 これでパレットのラベルを印刷する準備ができました。パレットごとに4枚、各側面に1枚ずつのラベルを印刷します。SPD の場合、箱ごとに2枚となります。 FBA ラベルはフルフィルメントセンターでパレットや箱が到着した際中身を照合するために使用されます箱の準備を行う際は必ず次の Amazon の梱包要件に従ってください箱ごとに同じ納品番号の商品を入れる必要があります異なる納品番号の商品を一緒に入れないようにしてください混在した状態で納品すると結果的に販売開始までの時間が長くなります また商品ラベルと同様 FBA ラベルを箱の角、縁あるいは継ぎ目には添付しないでください。最後にコンプリートシップメントをクリックします。サマリーページが表示されます。Amazon パートナーキャリアに SPD を依頼している場合は箱ごとの追跡番号は自動入力されます。他の配送業者に依頼している場合は手動で個別入力、もしくは一括でアップロードすることができます。 LTL または FTL で納品する場合は船に証券が必要です船に証券は BOL やフレイトナンバーとも呼ばれています Amazon パートナーキャリアに依頼している場合は BOL は自動的に生成されます他の配送業者の場合は独自の BOL が必要ですサマリーページでは配送状況を追跡することが可能です商品が到着、受領、棚入れ完了されるたびにこのページ上のステータスが変わります配送に問題が発生すると赤いマークが表示されます 配送のステータスがチェックとインの場合商品の少なくとも一部は到着しているがまだ開痕されていないことを示しますフルフィルメントセンターが箱を開けて商品ラベルのスキャンを開始するとステータスがレシービングに変わりますすべての商品が開梱され棚入れされ出荷の準備ができたらステータスがクローズドに変わりますこれは商品が販売可能となったことを意味します フルフィルメントバイアマゾン FBA についての説明は以上です。ビジネスをよりスピーディーにし、より高い配送品質とカスタマーサービスを提供する FBA の利用をぜひご検討ください。<music>